大姫のレア武器を取りに行きたいと思います。地獄が好きなの。パートナーは光秀です。戦なき地平見るために。で今回は無双演武でやってます。身支度武器はですねこちらでございます。はい。そして場所はですね反逆の将の六条合戦ですね。やっていきまーす。じゃあ行きましょう。ちなみにね明智光秀もここでレア武器が取れます。一応説明欄に貼っております。光秀はねよかったらご覧ください。宣伝していく。完全に包囲されたんですね。吉田様は必ずお守りします。よし門番隊長とちょっと待ってください。書いてないか。義明成敗のご褒美は都よ。みやこみんな頑張ってね。頑張ります。ダーン。これ五右衛門の仕事ですね。待たせたな雇われ助っ人ミラニン石川五右衛門。忍法を使って濃姫ね。この見てくださいネネの後ろでやってます。徐々に包囲網を切りくつそう。激圧は1000人だね。戦艦を開いている味方を援護し確か1000人だった気がする。激圧だ。見ておれよ胸の我が輩も。こんな感じでいいかな。信長の内臓をえぐる瞬間だ。濃姫はちょっと五右衛門倒してみよう。やっぱ信長に従う気はないんだ松永も。まお宅には世話になってる。付き合おう。ミュージはねもう付き合ってくれな。嘘な奴らが近くにおるの。うん、こいつをここで倒しといて入そしてミッツを爆弾兵のところに来てもらって。ザルに決まってるじゃない。だってね。濃姫はゴエモン倒しに行くよ。締められた。レモンレモン救援要請したい。おう織田の主力が閉じ込められたか、うん、あの女もなかなかやる。震えて待ってて震えて待ってて。やべ見つかっちまった。かっけー。うまくいかねえな。こんちくしょう。こんちくしょう。もっと激しい方が良かったかしら。馬で引こう。馬で引いとけとりあえず。敵は実に用意周到ですね。しかし義明様の滞在している場所をなぜ身内たちは知ったのでしょうか。楽しみです。実に奇妙。手引きをした者でもおるのかな。それでちょっと門番長倒したいんだけど。門番ってどこだったっけ。美女のためならどこまで持ってね。あいた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 。華麗に参上。ちょっと待って。孫一俺走る。さて義明の頭ズドーンと行くぜ。3つちょっと分かった。機を出したバクトという最下衆の大軍勢に襲われると。光秀殿。あれもう倒した三つ。まだ兵たちの気力は尽きていない。あ、オッケーオッケーオッケー。風穴開けてほしいのじゃない。そうじゃなかったらドキだ。痛いです痛いです。
無双で一掃しよう。オッケー。いやー、ナイス。美女の前でヘマやらかしまった。かっこ悪すぎだろ俺。あ、門番まだいるんだ。確かこれ遠回りだったよな。ちょっとまた増援か。もう3つでいこう。絶対絶命じゃ。魔王降臨。降臨。七に救う海をしろ。撃て。先にモンバージュ倒そう。忙しいな。それは濃姫に任せていいとして、この程度で信長に歯向かうなど少し。普通でモンバージュ倒そう。抜き地獄を作った者を全て絶やせ。そっか、2人いんのか。まさか信長様がここに。え、あの人ミナにいるって聞いたけど。敗北条件変更。 OK、 楽しませて。敗北。これで条件達成したと思うんですけど、どうでしょう。よいよいよい。最強の滅亡後の苦しい流浪の日々。この斎藤たち倒せってカラスも今その敵が目の前。親武器取得。今こそ恨みを晴らす。多分これで合ってると思う。信長の首ただ一つ。ただ一つ。開門開門。さあ、じゃあもうこれで一掃っすね。震えて待ってて。アニメを今失うわけにはいかない。ほいー。うい、濃姫ゲット。またしてもだがいつか必ず信長を果たすぞ。無価値無価値。ちなみに光秀なんだけど、この次のミッション、すみません、この三好たち、こいつらが多分条件なんで、濃姫と大体一緒。撤退だ。兵力差を覆すとは、信長はやはり恐ろしい男だ。信長様の力があればきっと戦なき地平も。激しく行くわ。私を置いて逃げるの情けない男たち。なんか鉄砲隊出てくるんだよね。前回クリアできなかったんだよね、あの明智の先生のレア武器ミッション。まあもう1回目でクリアしてるんであれだけど、1回目っていうかストーリーの実況でね。美しい女ゲートコンニングね、鉄砲隊。私こそ天下無双、素敵な響きね。あ、いった。誰もなせぬかと思います。それが英雄だ。進もう。乱を収めるってやはり兄上しかない。えい。兄上と共に進んだ先に必ず。あとはもう小少将倒しておしまいだね。ではまあこんな感じです。兄上を超えて進んだ先に何が。もっと激しい方が良かったかしら。もっと激しい方が良かったかしら。もう十分激しいっすよ、ロヒューさん。パチパチパチ。しかもド派手だし。結構花火打ち上げるキャラ多い。五右衛門とかも確か打ち上げたよ。男どもが勝手に不幸に落ちちゃった。結局頼れるのは自分だけね。開門開門。兄上の身に危険が。今すぐ救援に向かう。よいしょ。敵将ひれ伏したわ。あ、な、全然いない敵が。あ、バグか。兄上の登場によってクリア。戦局が変わり、我らは義明様を守り切ることができた。え、すべては信長様のおかげです。
信長のおかげ。いや意外に似合ってるなこれ、ねねの衣装。つまらん、信長の取り巻きは実につまらん。意外に似合ってますね。似合ってます、似合ってますわ、やばいわ、似合ってますね。はい、こんな感じですね。これなんですよ、信長に迫る危機。すごいな、もう形が全然違うじゃん。どうなってんのこれ、くねっくねしてる。なんかカブトムシみたいな武器ですね。はい、ちょっと言葉が出てこなかったですけども、はい、まあ無事ね取れたということで、今回ここまでにしたいと思います。よろしければねチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。で今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。